白の葉っぱを、ま、真ん中を、うん、5センチ残してはいやります。でこれを真ん中を折ってこうやってこれを輪っかの 下から通して、引きます。で、じゃあしっかりしてやってもらって、今度反対側向いたら、やっぱり下からこの輪っかに入れます。そうすると両面が合います。両面が一緒に。これがコツなんですけど、これをここに折ったら内側が見えないように、折り返します。で、潰します。で、また、輪っかの下から通します。足はできてる。通します。はい。そしたら、繰り返し、反対側を繰り返し。高井さん。やったら、またこれを折り返します。で、また下から。下からやって、また同じ一緒になりました。これの繰り返しですね。もう一度。何回 3つこの膝ができるように。あ、3回、ね、3つね、膝ができるようにね、はい、そうするとちょうどあの長さ、葉っぱの長さがね、長ければいくつでも折ってもいいんですけど、ちょうど終わる長さがね、あ、3つぐらい、3つぐらいがちょうど、ちょうどこの葉っぱの長さがね、3つできましたね。重なって、はい、ね、3つできましたね。そしたら3等分にします。あ、縦方向に3つに切りますね、はい、両方のやつよね、はい、でそしたらこれを ねじったまんま、この輪っかに入れます、輪っかの中。そしたら入れてきたら、この口元がきれいになるように、ねじりがきれいになるように、こういうふうにねじりますね。で、その輪っかを下から引っ張ります。はい。で、そうすると原型ができました。おお。葉っぱの形ですね。はい、そうですね。そしたら2本だけ、まあ、角の代わりに残して切りますね。切りますね、これね。揃えて。はい。触覚を残すんですね。ね。これ2本だけ。この芯を使いますね。この芯をね。芯をまた1個使います。はい。ね、そしたら、それでこの、一番この左右とか穴を開けて。そしたら、ここに、差し込みますね。それは足になるの？足じゃなくて。で、前もこれやって、これを折って入れます。で、こう折りますね。で、後ろから行って、これに、これ、刺します。で、これ、穴入れて、そしたら、これで完成です。おー、4本足が。はい。おー、ね。本来は置きバッタなんですけど、これを切っちゃって、だけどもそれじゃ移動なんていう動きがないんで、だから花の鉢に刺して風でこうゆらゆら。